ホンダ CBR ホンダ CBR650 回 CBR650 回はホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。本校では基本コンポーネンツを共有する CB650 回についても解説を行う。2014年4月14日発表同月18日発売の排気量 648cc の大型自動二輪車である。 フルカウルスポーツタイプとしたのが CBR650 回、ネイキッドタイプとしたのが CB650 回であるが、エンジンフレームなどを共用する姉妹車で形式名は共に EBL RC83 である。2013年までヨーロッパ市場のみで販売されていた PC41 型 CBR600 回 CB600 回放熱の実質的フルモデルチェンジ車。 本モデルでは、日本国内並びに、北米市場での販売も視野に入れた、世界戦略者として、低コストとコンパクト化に主眼を置いて開発されたのが、特徴であり、フレームもスチール製、ツインチューブダイヤモンド型としたほか、搭載される RC83E 型水冷4、ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンも、内径工程を67.0、46.0に設定しながら、 スロットルボディの取り付け角度の最適化や、補給類の効率的なレイアウトの採用などにより、コンパクト化を実現しており、マフラーも後輪前右側に排気口を持つ、ショートタイプを採用。マス集中化にも貢献した。サスペンションは、前輪がインナーチューブ計 41mm ストローク 120mm の成立式テレスコピック、後輪がスイングアームで、 ダンパーには7段階に調整可能なプリロードアジャスターを装備。ブレーキは前後ともにディスクブレーキで、前輪は合計 320mm の大型ローターを使用した片押し2ポット式をダブルで、後輪は片押し1ポット式のシングルとし、ABS を標準装備する。メーターはフル液晶の2眼タイプ。微灯は LED を採用する。なお本モデルは、 日本国外仕様が、太陽国万国の大本なマニュファクチュアリングカンパニー、リミテッド、日本国内仕様が、熊本県菊池郡大津町日向川の、熊本製作所で製造されていた。CBR650 回 CB650 回 CBR の、社名、セパレートハンドル、フルカウルを装備するが、スーパースポーツを意識したものではなく、空力性能とウィンドプロテクション効果を追求した。 ものである。CB シリーズの社名から、温度度計、ネイキッドモデルであり、バーハンドル並びにタンクシェラウドを装備する。ありがとうございます。